お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、ゴーストを使ったおすすめのデッキを紹介したいなと思います。で、そちらのデッキはですね、こちらになります。で、あれですね、多分、まあこれ見てわかる方もいると思うんですけど、とりあえずちょっと前に流行ったペッカゴブがザッピーなんですけど、まあ本当に、まあそのデッキなんですけど、でまあ、このメガゴの枠がホバリングだったり、まあメガゴの場合もありましたけど、まあ、ホバリングをメガゴに。で、まあ、このザップでもいいんですけど、今、新カードのアウトローが意外と流行っているので、まあ、そこをウッドにした、ペッカゴブがザッピーでございます。ということで、いきたいと思います。で、本当になんか最近、ゴーストがちょくちょく増え出してきたイメージがすごいありますね。なんか今来てますね。このカード、ゴーストが。なんか強いっす。なんか強いっす。なんか、本当に出しとけば、なんて言うんですかね。アド取られないんですよね。アド取られない。このゴースト。基本的に。なんかスケアイスピー、スケアイスピー。で、なんかキング起動されないか。されるのか。なんか、基本的にアイスゴレで防衛されたとしても、アイスゴレだけだと完封できないんで、なんか、なんだろうな。基本まあナイトと相打ちみたいな感じだったり、なんで、ゴーストこいつは出しとけば本当に何とかしてくれるカードです。で、ここはまあアウトローに対して、しっかりウッドを打って、まあ、公用処理。で、まあ、スケラーに対しては、あれですね、ポイズンを使って、まあ、防衛。で、この防衛したのに、まあ、そのままカウンターといった形ですね。で、この相手も、あれですね、アウトロー入りの、もう流行りのスケラデッキですね。で、ここはもう、このやりこぶが鬱陶しいので、ゴーストで処理。で、このまま、もう、これが優秀。ゴースト透明になるのが強い。で、まあ、ここは、防衛されますけどですね、押してますね。よし。ということで、まあ、基本的に、ペッカは出しません。ペッカゴブがザッピーって感じの、なんていうんですかね、呼ばれているデッキですけど、ペッカは、まあ、基本的に出さずに立ち回りますね。で、ここはもう、ちょい、この邪魔なんでウッド打っちゃいましょう。で、ディガー飛ばして、で、まあ、アウトローが来たら、まあ、ここでまあ、ポイズン打っても大丈夫だけど、大丈夫じゃないですね。大丈夫じゃないですね。これポイズンを使ってしまうと、このカウンターでスケラ打たれた時の防衛がしんどいので、ここでポイズン我慢ですね。で、ここで、まあ、ポイズン防衛。で、この防衛をしっかり、まあ、メガゴだったりゴーストで処理してあげることによって、まあ、防衛はスムーズになりますね。で、こことかで、あれなんですよね。別に、もうすでに押してるんで、このリズムで、このテンポで、バトルをしていけば押してるんで、別にペッカを出さなくてもよかったんですけど、一回ちょっと流れを変えたいな、みたいな。っていう時に、ペッカを後ろから出してあげると、ちょっとリズムですか、流れを変えることができますね。で、ここはもう、アウトローにウッド打って、もうゴリ押しっすね。ですけど、まあ、ゴブが置いて。まあまあまあ、これでもう、落ちたらラッキーみたいな感じですよね。本当に後ろからペッカ出して、もうザッピーも出して、ゴーストも出してみたいな、してるだけですけど、ここちょっと、もうやんちゃですけど、攻めに。行きたい、待って。まあ、ここの防衛は、あれですね、相手が攻めれないので、なぜかというとですね、結構相手が今、ギリギリだったんですよね、防衛が。このゴーストだったり、まあ、ペッカだったりの処理で、結構コストを使っていたので、相手は攻めてこれませんでしたね。で、ここで攻めてきたのはもう別にポイズン打ってあげれば防衛できるので、で、ここをしっかり、まあ、ユニットで防衛して、まあ、あとはゴーストだったり、このディガーを出してあげれば、勝ちですね。オッケー。で、このアウトローにポイズンじゃない、ウッド転がして、あと、ポイズンが、これなんぼだ。75。75×8 秒。じゃ、27×8 秒ですね。25×8 なんで、まあ、なんぼか削ります。なんぼか削ります。で、まだここで攻めポイしてしまって、ちょ、削れなかった時に、ワンチャンのスケルトンラッシュで負けるのが怖いんで。あ、オッケー。ここではもう、ポイズン打ってあげて、まあ、ローリングと防衛に。オッケー。よし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 。いや、本当に、この日記、
あれですね、もう、前流行ってた時もですけど、アホみたいに強いですよね。アホみたいに強い。ということで、次、いきます。で、僕は、ホバリングにしてないわ。メガゴにしてるんですけど、なんだろうな、別にホバリングでもいいんですけど、ホバリングだとめちゃくちゃ厄介なんですよね。相手にしてると。なんですけど、そのメガゴだと本当に防衛力が高いっていうか、なんていうんですか、使いやすいのもありますね。コスト3ですし、使い勝手がめちゃくちゃいいんで、まあ僕はメガゴをおすすめしますね。で、今はアウトローが流行ってるので、まあスプラウトの、まあこの形が、個人的にはいいかなと思います。でここはまあ、あーやばい待って、ここは、一回許容しましょう。一回。で、まあ、ここはまあ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 、することないな。ここで一回、あれっすか、一回一回しか言ってない。後ろからザッピー出してあげて、ここはもう相手が、ちょい、多分調子乗ってる。調子乗って攻め、あーオッケー調子乗って攻めすぎてるんで、もうここはペッカで受けてあげて、もうこのままのカウンターで、相手はあれっすね、あの、インドラ。で、多分このペッカを防衛したはずなんですけど、できない。これで、もうザッピーがいるからできない。ザッピーが、ああま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 あ、頑張れ、頑張れ。オッケー。もう、数のご利用しですね。で、ここにもうあれです。リガを飛ばしてあげたら、そのメガゴに今ターゲット取ってますけど、これがザッピーのザップ効果でリガにターゲット変わりますね。で、まあメガゴ生きてみたいな。で、まあゴーストもザッピーも残り、はい、1個としましたね。やるなと。ありがとう。で、まあこっからは、で、このゴブゴ、を立てて普通にやってれば、なんとかなります。ゴブ小屋を、ここに置くと逆サイの、コジョババの突進が入ってしまうので、1個前の、マスにしておきます。で、ここにすると、まあ、ホグライダーも釣れるんで、便利ですね。で、まあ、これは、あ、待って、アラム。アラム。よし。オーケー、オーケー。ペッカを出してもよかったんですけど、まあ、出さなくても防衛できたので、出さなくても、まあ、防衛できるなって時は、できるだけ出さずに防衛したいですね。こういうとこ、こういう時とかに、まあ逆サイに攻められたら、まあ、ペッカ防衛でいいんですけど、これもちょっとすることないので、ちょっとあまり攻め、あー待って、また出た待って、やだ。オッケーオッケー。もう、一回防衛、一回防衛。で、ここの、やっぱり、ダクプリユーノの古城ババだったりっていう、このめっちゃくちゃ攻めてきた時は、しっかりペッカで受けてあげれば、逆にこれでカウンター繋げれますね。で、このインドラをメガゴか、まあザッピーでしっかり処理したい。オーケー。で、ここに5打ってくれたのが美味しい。もう、これ相手攻めれてないんですよね、本当に。よし。で、これも、ゴーストだったり、メガゴ出してあげれば。で、この、まあ、困った時は、防衛ディガー。この防衛ディガーも結構する人はすると思うんですけど、思ったよりも、なんか、ナイトみたいな。ディガーはナイトみたいな感じなんで、もう防衛に結構使ってもいいと思います。ということで、気づけば、二勝でございます。よーし。ということで、いきます。いやー、負けたくないですね。負けたらもう終わり。さあ、なんだろうなぁ。あ、待って、また音声コントロールみたいな。最近なんか携帯が良くないんですよね、本当に。携帯が良くない。で、マッチングしない。まあまあまあ。で、よく聞かれる。なんだろうな。相性。もう、音声コントロール。マジで。はい。すいません。なんだろうな。相性悪いデッキ。多分、本当に、マジで頑張っても勝てないのが、ラバルーンです。ペッカゴフグアザッピーの天敵です。天敵？天敵でもないや。天敵っていうほどでもない。もう、いじめ。いじめ受けちゃうのが、まあ、ラバルーンですね。なんで、ラバルーンに当たってしまった場合は、もう、頑張るか、もう諦めるか、のどっちかにするのがいいかもですね。で、それ以外に対しては多分もうどのデッキにも立ち回れることができるので、待って、温泉ゴドロリ来た。ちょ、最近僕の携帯がおかしいんですよね。また来た。もうマジでおかしい。え？やば！ああ、これ！気づいたら相手のディガー来てたんですけど、待って、本当にごめんなさい。あのディガーでペッカを逆サイに釣ろうとしてましたね。今の相手うまいプレイですね。まあ、ウッド使っていいかな。よしよし。使って、まあ、まあ、ジャイにはペッカを出してあげれば、安牌ですね。まあ、ジャイだったりゴレが来たら、まあ、後ろからペッカを合わせてあげる形で、OK です。で、ここは、まあ、ハンターとメガゴいるので、ポイズン打ってあげて、待っても、なんか本当に嫌だ。
これ動画で映ってるよね。映ってるよね、画面。音声コントロールみたいな。いや、マジで、このなんか、解消法を知りたい。最近やばい。どこもしてないのに、急に音声をなんか認知し出す。どうかしてる。で、ここは、まあ、後ろから、ザッピーか、まあ、ゴーストでもいいんですけど、まあ、ザッピーですね、基本的に。流してあげて、まあ、これにゴーストとあとはリガーを合わせるといった形なんですけど、ここで、まあ、ゴーストを出してリガーを出して攻めてしまうと、まあ、多少のダメージ与えられるんですけど、その後の防衛がしんどくなってしまうんで、カウンターを受けてしまうので、一回後ろからペッカーですね。相手めっちゃ頑張れ。待って、やばい。で、ここは、あー待って、今、うま相手、見ました今の。めちゃくちゃ上手くないですか。あ、待って、やばい。しかもやばい。しかもやばいってやばいな。ちょ、ここは、おー、うまちょっと待ってください。待ってくださいっていう、なんかもうないんですけど。相手今、待って、間違えた。これは、ポイズン。煽りじゃないですよ。これマジで間違えた。これ上手くないですか、いで。待って、俺が下手なんや。気づいちゃった。まあここは。よしよし。ちょっともう。そうです。1個確実に取って、っていう形なんですけど。待って、俺こんな下手くそなプレイのなんか、やだな。マジで、相手が上手いっていうのもありましたけど、なんか、あれっすね。リガーで逆サイ釣ってくるっていうのも分かったんで、もっと普通に、なんだろうな、ウッドで、じゃなく、してれば、守れたな。いや、これは、まあ、一本やられましたね。ということで。いや、まあ、負けちゃったんですけど、まあ、宝箱見れるんで、結果、いっか。よし。ということで、まあ、10勝の箱をあげます。で、逆に、ジャイでペッカに勝てないっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で、そういうのは、まあ、リガーが入ってればの話ですけど、そのさっきの相手みたいな位置にリガーを出してペッカを逆サイドに釣るっていう技もあるんだなと、そうですね、思ってもらえれば。ペッカにも全然勝てちゃうんで、ジャイでも。なんで、そうですね、まあ、勝てない、どうしても勝てないデッキっていうのは存在しないんで。という感じです。いや、最後負けちゃったんですけどね。まあ、良ければ。良ければというか、本当に、このデッキマジで今も強いと思います。ということで、終わります。バイバーイ。